どうも皆さんんんおははこんばんにちはなるな館長ですよろしくお願いします。ということで今回はこのですねコロナの影響でですねいろいろありますけどもそんな時にですねビデオ会議とか何 <laughs> て言うんでしょうねこうオンラインの会議であったりとかディスコードあるいは LINE とかまあその他も々ものコミュニケーションツールで行う通話においてですね 皆さんどうやってて通話してますか、まあ、前回ですね、あのー、変換ジャックとかのねご紹介をいたしましたけども、まあ、それに関連したような事柄でもあります。えー、皆さん手で持って通話してますかそれともイヤホンで通話してますかそれとも完全ワイヤレスイヤホンで通話してますか、えー、相手に自分の声はどう届いているでしょうかそういった時にやっぱり気にするべきポイントは自分が発する声の音質です。 そういったことを、えー、気にしなくて済むような商品を今回は購入してみました。今回ご紹介するのはこちらになります。MSI の GH10 になります、えー。いわゆるゲーミングヘッドセットみたいな感じですね。はい。えー、こんな感じです、えー。ちなみにアウトレットのものを買っています。はい。えー、至って簡単です。ここにマイクがあります。 でカナル式のイヤホンでですはいで、えー、ここ取り外せますっていう感じですね。はい。箱の外観だけね先に見てみ見ましょう。MSI のやつですねこれ。はい。こんな感じであります。これで大体ね4000円ぐらいだったかな。はい くらいですあちなみにですね私がじゃあ今これ普段これ録音してるマイクは何を使ってるのかというとですねえこちらになりますこちらちょっとね声が遠いかもしれないですけど許してくださいね、えー、こちらのソニーの ECMSP10 っていうものを使っています、まあ、よくあるあれですね実況者マイクの兄弟機みたいなやつですね、えー、スマホ版のマイクみたいな感じですこれがねやっぱ結構いいんですよ結構ね音を掴んでくれる っていう感じですね、まあ、音質はねこれでも結構いいんですけどもただこれ一つ問題なのが通話に使えないんですよどういうことなんだというとですね、えー、要するにイヤホンジャックにぶっ刺してしまうんでイヤホンジャック潰れるんですよそれでだから本来のイヤホンとかが刺せない状況にあって結構しんどいというところがあるのでこちらを買ってみた次第になりますはい あちなみにね、これの,あの音声テストもするんで、えー、ぜひぜひ,あぜひぜひですね、最後まで見ていただければなと思います。はい。ということで、開けていきましょう。いきますよ。せーの。きた。こんな感じで使いや。みたいな。デュアルマイクデザイン。ちなみにですね、これなんか、えーリ,モえー、リモートコントロールというか、コントローラーがあるんですけど、この中にも、えー、マイクロフォンがあります。ただし、こっちの方がいいっぽいですけどね、確実にはい。 っていう感じでじゃあ開けていきますよっていうかああこれはこうこう開けただけではこうパカッて開かないんだねはいじゃあ,あちなみにですねこれはスマートフォンとかでも使えますじゃあちょっとねえっと上の上部のところを切らせていただきますよいしょはいあとこっちかな よいしょ、はい。ということで開けていきますよ。せーの。でもう1回だ。いきますよ。せーの。きたきたーこれが MSIGH10 です。さあ、ブリスター開けていきますよ。いいね。中に入ってるのはまずポーチですね。ポーチが入っていました。 はい。あと、変換ジャックみたいなのも入ってますね。あと、なんか、ここにマイクも普通に入ってます。うおー。なんか、雑多に入れられてますね。はい。まず、ポーチです。えー、よくあるポーチですね。MSI 製で,です。はい。MSI ゲーミングですね。はい。が一つ入ってます。で、えっと、付属品からね、いっていきましょう。これがまず、マイクですね。はい。無指向性のマイクになります。ここね。 マイクがありまますす、はい、これも試しますでえっとなんかもうこんな入れ方初めて見たんだけどえっとあれですねえっと例えば PC とかにイヤホンジャックとマイクジャックがある場合のパターンで利用する時の、えー、変換ジャックですねこれは僕は使わないかなうんで次これイヤピースですね イヤーピースはなんかもうそんなに今回こだわらないので、まあ、いいですけど、まあ、もしかはなんか自分のイヤーピースはめるかなって感じですまあそんなにこの標準のは質がよくなさそうな印象ではありますはいでまだ本体にはいかない <laughs> はい MSI の、えー、説明書ですねゲーミングヒーローのこんな感じになってます日本語もね一応あります って感じです、ね、うん1 3 5ミ、mm、リのドライバーユニットが入ってるんですねすごいなはいということで上げていきましょういきますよせーのというかあなんははでこんなんで止めてあるんだでもいいですね大きいなでもはいこんな感じ全体 めちゃめちゃでかい。死ぬほどでかい。すごいでかい。はい。こんな感じになります。はい。でか、でかすぎです。ドライバーユニットが大きすぎます。いや、思ってた以上にでかいな、これ。これはでかいぞ。本当にゲーミングって感じですね。はい。すごいでかい。 えー、コードの質感的にはあんまり良くないですねはいそれだけは言えるでもこれで4000ですね MS i のはいでえっとマイクを挿す時はこんな感じではい刺します大体まあ方向性的には分かりますねはいこんな感じです、はい、すげえなまあ音質とかもねちょっとチェックするんですけども えー、マイク音質も、えー、このイヤホンから流れる音質も、えー、自分の耳でちょっとチェックさせてもらいます。はい。ということで。すげえな、これ。外観が、半端ないよ。ねえ。このコントローラーが太すぎることにびっくりした。ありえないぐらい太いんですよね、これ。結構太いんですよ、これ。見てわかると思うんですけど。太いんですよね、ほら。わかる、これ。<laughs> えー、こんなんななのすごいね。やばいわ。はい、ということでまあ、今回はとりあえず開封はしたんですけども、えー、次ですねちょっと音質チェックのね動画を撮らせていただこうかなと思っておりますので、えー、よろしく、えー、お願いいたします。 ということで、えー、このままですね、チャンネル登録等々よろしくお願いします。えー、っと、高評価とかもね、よろしくお願いいたします。ということで、次の動画、行ってみよう